しぶといことにね、そのまあ一回そのバブル経験の時めちゃくちゃ盛り上あの金持ち、僕まあ小学校の金持ちだったんですよ。でも中2でバブルが弾けて、まあ、10億3200万の借金しょったんですけれども、そっから親父が自己破産もせずですね、地道に自営業をやってたらしく、最近なんかお風呂のリフォーム会社をねやってるらしいんですよ。まあこれおかんから全部聞いたんですけど、しかもそれもツイッター持ってるじゃないですか。うん、まあ、持ってるんで、でそのね、そのそど最近その親父がやってる会社のホームページがおかんから送られてきて、そのお風呂のリフォーム会社つって、そのまあ古いお風呂をユニットバスにしたりとか、ユニットバスをセパレートつって、うん、その完全にトイレと風呂を別々にしたりするリフォームの会社らしいんですけど、これ、ま、嘘じゃないですよ、マジで。株式会社ユニバスって名前やってる。もう偽カネチとほぼ一緒ですよ。震えたね俺は。で、吉ログファンの皆様、吉ログスタッフの皆様、喜んでください。あの親父が月1回会社のことを語っているブログがあるんですけど、そのブログの名前フロログです。もう絶対にこれシャープ FLOG。 絶対これフロログですよ。これも言いたなかったよ、だいぶ前の話やねんけど。調子乗るから。いやだからもう完全な兵器ですよ、川瀬の親父も。いやいや出せへんわあんな親父。